お前はいいナックルを持っているな。見ろよ、これ。マジでいいパンチ持ってんな。パンチで土を壊すからな、ちょっと。パンチで土を壊す程度の、これ音あるか。なんや、貴様ら何をしたんだ。監視長たら悪魔神官様が烈火のごとくを引かれた。まずい。バレた。はえ、バレるな。そしてばあさんの足の速さ、屈強な男どもに引けを取らない俊敏さがある。まさかもうバレるとはな。日頃の思い忘れ、貴様ら俺の声に泥を塗ったのは絶対に許さん。そんなことだとお前の顔に泥を塗った覚えはない。泥のカプセルハウスを作った記憶はあるけど、泥を塗った記憶はねえぞ。どうして毎日ワンテンポ遅れるんだ。それはシステム上仕方ないじゃないか。それはシステム上仕方ねえんだよ、ワンテンポ遅れるのは。立ち入り禁止って、あれどっちだよ。こっちか。ていうかここ長くなんのかな。ちょっとビルドしてよな、普通に。普通に物を作りてよ。昨日の夜、この坊内によからぬことをした者が。バレたら終わりじゃね。脱走。この三号房の奥である本が発見された。構成中の貴様らを惑わす危険な本だ。名乗り出なければ、名乗り出れば他の者は許してやる。なんか違うっぽいぞ。このエッチな本を隠していた者は、すごっ、誰だ。震え上がっている者がいるぞ。おい、震え上がっているぞ。震え上がっているぞ、アラクレちゃんが。お前、震え上がっている。この時点で明らかだな。2じゃないのか、本当は。溜まってそうだからな。なんだ、2人いるぞ、容疑者が。エッチな本っていうのは何なんだ。そんなにヤバい本なのか。ググれ。ペシ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 。やば。お、鍵が外れたぞ。名乗り出てこなかった。なるほど、懲罰房送りということになる。あら、大変ですね。待て、エッチな方を持ち込んだのは俺たちだ。なんということだ。自分以外の誰かをかばう最も憎むべき愚かな行為だ。そんな、僕は関係ありません。こいつだ、こいつです、悪いのは。なんだよ、うるせえな。大きい槌じゃねえじゃん、極超トロールじゃん。死ぬ気で駆けずり回るが、そんなデモンズソウルみたいな。出してください。本当にあるのか、そんな。
シド、お前責任を取れ。来ました。そんなに牢に入りたかったのか。ふははは。光のない懲罰房でいつもの牢がいかに天国だったか知るがいい。なるほど。独房っていうのはこうやって作るのか。蜘蛛の巣がいい味出してんだ。ここに用があったんだ。お、毒沼とかあるの。どうやって作るの。村に作れんのかそれ。出してん。こういう時はこいつに何回も話しかける。そこに入ってる。大きづち。今のやつが大きづちじゃねえの。なんでトロロの後に大きづちなんだよ。互いの顔も見えない暗闇で長い時を過ごした。そして二人はいつしか深い眠りに落ちた。枕日だな、なんか。アーゴンさん。アーゴン邪魔。アーゴン様。何や。おお。ニックキビルダーが各地でものづくりに手を染めております。お前はアークデモン。お前はアクデン。おお。ドラクエ2の面々の中になんか。悪魔の騎士とか混じってんだけど、お前違うだろ。持ち場が、お前持ち場違うやんけ。しかし一方で世界の島々が壊れ消えていってる。我らには時間がないのではありません。島が壊れてる。いつ我らは救済してくださるのです。何が救済だお前たち。破壊に勤しめよ。そんなこと考えてる暇があったら。破壊に勤しめ。この宮殿を壊せよ。まずそれがお前たちの教えだろう。アーゴンいねえんだな。残念だな。あれ、これこのアイスコーヒーミルク入ってねえ。幻の滅びの日の前。よし、もう出ていいんですか。こいつのハンマーぶんどれ積んだな。お前を殺したハンマーぶんどってやる。大木槌の大木槌のことだ。下ネタみたいな言い方だな。奪うのはかわいそうだ。仲間にしよう。
鍵があれば。次のお使いを教えてください。俺も戦わず、いや、さあやるぞ、しんすけ。というわけで、こいつを倒して、大木槌人形を代わりにこの中に置いて、それでごまかせまして。今がチャンスだ。なんちゅう低レベルな争い。低レベルすぎる。オラクルベリーの様子を提示している。魔物の餌。ほいよ。大木槌を手なずけた。仲間にならんぞ、大木槌は。オタク臭いことを言わせてもらうと。大木槌は仲間にならねえんだよ。新山隆史みたいな間違いをするな。あいつお化けキノコが仲間になると思ってた。名前を入力してください。まあブラウンじゃねえよな。ブラウンじゃないから、大木槌だったら、まあ堀なら木槌にする。木槌チンが入ってるからダメだな。堀の石を噛むなら木槌にしよう。木槌気に入ったか。木槌そうそう、これを UFO キャッチャーで取ってきたから、これを置いてた。不位置が大事だ。よし、ドン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 。あんたの牢屋の下の地下道まで連れて帰れば今日の目標は達成だ。もう早く出してくれよ、こっから。俺帰りてんだよ、村に。周り黒いんだよ、ここら辺で。この工程に30分ぐらいかかってるからな。やすやすさんじゃねえ。だるい、このシナリオマジだるい。これ今日の目標は達成だぞ。俺の思ってた脱走と違うぞ。こいつに地下道を掘り進んだもの、脱獄の結果はいよいよ明日だ。お前やろな。明日出してくれよ、お前。こいつと仲良くなって。明日こそ脱獄できるんだ。ほんまか。それをモチベーションに頑張るぞ、俺は。それをモチベーションに編集するぞ、今回は。これでいいんだな。これあかんのか、これ。砂使っちゃった。ベッドの下の地下道が見つかったら今までの準備がパーだ。心配すんな。資金調べるがいい。
特に問題はなさそうであります。その通りだ。ビルドーのあなたなら地下道ぐらい掘っていても不思議ではなさそうですが、何かやましいことはしていませんか？何もしていません。そのはいはどちらの意味なのです？あなたなんだか怪しいですね。それはお前の聞き方の問題と、あとドラクエのその悪い癖だ。はい、いいえでしか聞かないわ。まあ、いいんじゃないか。今日もめんどくせえ一日が始まるぜ。貴様らが顔を合わせていられるのは一生涯で、今日が最後だ。せいぜい最後の日を楽しみやがれ。じゃあなしど、今までありがとよ。そう、キャベツくれや。腹減ったぞ。お腹が空きました。昨夜2号房から脱獄を企てた者がやった。もちろん途中で捕まえてやったから。あのイケメンか。あれ、あいつ違うか。その人間は今頃罰を受けているだろう。ハーゴン様を称える悲鳴を上げながらなっちゃった。見たい見たい見たいです。今ビルダーの船が海に停めてあるから、それも今日までだ。明日獄長様が直々に破壊してください。おお、ということは今日、明日、本当に明日までに脱走しなきゃいけないということだ。やっと出れる。ここから出してくれ。もう恋しいよ、モンゾーラが。お手洗いをしてみた。知恵を守らず物を作ってる兄弟も。名前だけはやたらと聞くが、ハーゴンってやつは大したことなさそうだ。私はそう思う。随分切り込んだな、シド。私はむしろハーゴンはもう死んでいると思ってる。相当感づかれてんじゃん。前に同じようなことを言ってやがったな。この世界はハーゴンの偽りで塗り固められた世界なんじゃないか。おい、消されるぞ、お前。だけどこの連中は人間も魔物も教団の連中でさえそのことを知りもしないんだ。ヘルポイって町の手。あ、そうなんだ。はい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 。私は行かないよ。なんだよ。もう私は夢を見るにはもう年を取りすぎた。そのためには語り部が必要だから。おいおい、ばあさん。さらばだ、ばあさん。明日俺は棒を移動させられて船も壊される。チャンスは今日しかない。はい、ほんまやろな。ばあさん、まだな。っていうか詳しすぎだろ、あのばあさん。この世の全てを知っているレベル。
僕にもください。キャベツでもいいです、もう最終日なんで。最後のこの病院の退院前だな。食ってやるわい、このパサパサのパサパサの晩飯を。でもよく考えてみればさ、最近の病院の飯結構うまいんだよな。この前入院した時、この前って結構前だけど、入院した時にまあまあうまかったわ、入院した時の飯。このもこの脱獄島のシナリオ最初面白かったけど、ちょっと2日目にしてはいきなりだるくなってきて、もちょっともう退院してよ、ここ退院してよ、ものづくりして、本当にマジで退院祝いに配信するわ。そしたら退院祝いにうんち配信、そしてついに脱獄を決行する時がやってきた。おお、幽霊船のテーマ。ああ、なんかちょっと気合い出てきたな。ついに脱獄できるんですね。明日になれば指導が棒を変えられる。でもってヤスの船も壊されるって。大木槌に壁を掘らせる方法分かったの。キズチ、うん、うん、よし、なんか楽しくなってきたな。これが脱獄決行の脱獄決行前夜。ちょっと待て、挨拶をしていく。腐れた独房だったが、この部屋も愛着が湧いてきた。しかしもう行かなきゃだ。あばよ、よし、別れは済んだぜ。さあやってくれ。おお、おお、いけ、気づく、この音で気づかれねえのか。おお、鹿。おお、なんか盛り上がってきたな。楽しそうなやつ。ヤス必要だな、ここに。なんか楽しそうだぞ。さあ次はどこだ。魔物ならばどこを掘りゃいいんだい。そもそもマップを見ようぜ。どこに行きゃいいんだい。土ね。そうや、なんか来る途中に土の部分があったような、なかったような。なんかここら辺に、これか、これさあ、キズチタウン、キズチで、この副産物の土、これがでかい。出た、やってやる。まずい、俺が毒になる。おお、ヤス、お前戦うんか。なんだ、毒いっそ。嬉しいね。まさか戦うと。お前声低いな、思ったより。アラクレみてえな。さあ行け、キズチ、キズチ、キズチ。キズチ、この土が嬉しいな。これがあれば結構、なんならこれで空中を渡って脱獄できる。結構おるな。左に分岐してる。気づけよ、
左だよ、左。志村左だ。ああ、早く会いたいぜ、みんなに。これ満腹度回復しないのか、痛いね、殺した。なるほど、海の匂いってわけか。近いぞ。お前ら近いぞ。脱獄の日は何？お前はスミス、最後のスミスか。これが腐った死体でいやす。あの腐った死体をぶっ倒すぞ。脱獄。おい、お前たち倒せ。やっす、はい、やるぞ。案外勇敢に戦うな。おい、ボコレボコレ、こいつ固めろ。逃げられねえようにしろ、こいつ。ボコレ暴走族みたいな、こいつら。これでいいのだろうか、果たして。こいつ仲間になりたいんじゃねえのか。大人数でタコ殴りにすれば意外となんとかなるもんでやす。ひどいやつら。おい、仲間になれよ、お前。俺と一緒に来い。こいつひょっとしてマーカスなんじゃない？こいつひょっとしてもう死んだマーカス。はい。脱獄って言ってたじゃん。脱獄したくてここで死んだマーカスなんで。こんなになっちゃったらやだな。でも腐った死体ってこう見ると別になんか腕が折れたりしてるわけでもないしね、別になんか足も別にの壊死してるわけでもないし、もっとひどいやついるぞこの世には。足が壊死してるやつもいるんだな。まあそれスミスだろ。スミス、こういうスミス。でもスミスだとちょっとメジャーすぎない？あえてちょっと外してロバートにするか。スミスはメジャーすぎる。ロバートだ。よし、こういうロバート。あんたはやっぱり何？マーカス、これ言えよ最後まで。結局マーカスなの？腐った死体、脱獄死体。ラップバトルが始まった。次はどこだ？そう、それなんだったら言ってくれよ。マーカスにしたよ、それだったら名前を。空腹で倒れそうだ。どうにもならん。食い尽くしたもん。ここは一体。あいつは副獄長。音楽に合わせてようやくここまで来ましたか。あなたたちの計画は分かっていました。知っていて泳がせていたんです。何こいつ、1枚も2枚も待って、これがお前たちの言う希望を持たせておいて最後にその目を刈り取るってやつか。なんてやつらだ。1枚も2枚も奪ってやぞ。あのビルダーさえ脱獄に失敗したとなればこの監獄島の評判はより高まるでしょう。なるほど、頭がいいなこいつ。そうです、そのためにわざとマーカスが昔使っていたあの牢屋を6207番にあてがっていたんです。ダメだ、かなわない。3枚ぐらい奪ってた。おとなしくやられちゃってください。うるせえ、こっからパワーで行ってやる。ここからパワーでぶっ壊してやる。お、ゲマが現れたぞ。逃がしはしません。まず俺は腹やってる。敵だ。お前意外と勇猛なの、なんなの。ちゃんと出会い出会い。
最後の最後でうるせえ、もう暴力に訴えてやるぞお前ら。計画がいくら失敗しようと暴力だ、暴力で何とかしてやるぜ。頼むスミス、いやロバート、お前が頼る、お前らちょっと役立たねえが見てるわ。あ、そうでしょ、ないよりまして助けてくれ知らん、なんとかしろ、逃げてろ、助けてくれスライムにもそんな感情あるんだ、頑張れスライム死んだ2枚も3枚も上手になった副国長、俺たちは暴力で黙らせたぞ、やったぜ、暴力こそ正義だ、やったぜ、全て取り返した、もうこれで毒針もハンマーさえあればもう全てあるじゃねえか、リフォームすることだってできるぞ。ああもうあれはねえんだ、この道具だけね、なるほど、よしみんな下がってな、俺の一撃を見せてやるぜ、何でも壊せるんだぜフィルダー最高の見せ物お前、ダメかもこれじゃ、早っ早っ、なぜか指導も一緒にやって壊す、洗えた洗えた、早く帰りたい、ちなみにこれ戻れる、あもうこれも壊せるんだ、よしちょっとこれ戻ってみるか、あえてこれも壊せるんだぞ、だって俺様はビルダーだからな、もう分かんない、ちょ本来ならここで一回戻って、一回戻ってみたかったところだけども、ちょっと面倒からもう帰るわ、じゃあな監獄と、あばよ、うおこれがなんという景色だ、この景色が見たかったのかもしれない俺は、そうだ、おおやったみんなで帰るぞ、うんやったいやよし、うわ感動の再会で癒す、いやうんやった、あと昆布があるそこに抜け出したやったぜみんな、ちなみにあれはあるの、ちょ、コンブこれで OK、 これもあるんだ、ちょ、コンブマイコンこれで OK、 もうちょい持っていくか、貴重な昆布だ、さあ着いたぞ船だ、ここまで来れば脱獄は成功だ、誰もいないのかっこいい、散々な目にあったが餌で魔物を仲間にできるようになった、あそういうことか、一応ここでの収穫なんだろう、魔物を仲間にできるようになった、あんたそんな耳と目と耳とベルトのくせに意外と優しいんだ、俺様はここに残るぜ、なぜだ、人には人の生きる場所ってもんがあるのさそれをペロやらに聞かせてやる、自分の街を平然と捨てるやつ、
じゃあ帰るか。お前どうすんだマーカス。腐った死体脱獄したい。よし行くぞ。おかしな話を聞いた。おかしな夢。ひょっとすると俺は、俺気づいたか。俺たちはこれでもう二度と会うことはねえだろうが、あんたら脱獄したこと一生忘れないぜ。おい、寂しいことを言うな。いつか全員脱獄させてやるさ。ここまで来て逃げないかまあそれもまた運命。結局あの腐った死体が誰なのか明らかにされなかったな。渋いな。こうして俺は脱獄島を後にした。そして夜が明けた。でででででで。こだわりいろんな料理を作ろう脱獄したばかりの俺にお前。帰ってきたぞルル。お前そこで寝泊まりしてたんか。ルルたちどれだけ待ったと思ってるの。バカバカ。心配かけたなルル。マジでイケメンだらしいと。まあちょっとな。新次は毎晩毎晩夜泣きして大変だった。うん、何を言う、うんうん、お前や、うんうん、, 笑いの絶えない空間。3人だけでパーティーを開かない。おお、初期面で、うん、初期面でパーティーを。おお、何やこの音楽は。結婚する時の音楽じゃねえか。おお、ここは俺たち初期面の、初期面だけの。出所祝い。海の中でパーティーをしたらどうかって思うの。どう、気持ちよさそうでしょ。水が出る丸いやつを置いてある。ちょっと待って、何すんの。もう普通にここで昆布食やいいじゃん。なんでなんかやるのか。まだこっから昆布食って終わりでいいだろう。疲れてんの、うん、俺は疲れてんの。まあそんなにでかくないからいいかな。派手さはないわ。バスケをよく知ってる。ハハハめんこいのこのゲームのキャラクターは。ていうかハンマーシール 4個しか使わなかった。手紙取られたら、おセルジが来た。おおセルジ、どないした。お元気ですか、しんすけさん。僕のペロさんもお元気にしていますか。僕は最近ジュエルさんとバニー服の研究開発を進めています。僕は必ず世界で一番のバニー服を完成させて自分で着ます。しんすけさんも作れるでしょう。一度来てみると世界が変わりますよ。
やはりセルジー俺の目に狂いはなかったな。こいつはやべえ。結構なかなか初期の段階からセルジーに目つけるな。こいつはやべえ。よかった、期待を裏切らない男だったセルジー。こんなにヒール。できたぜパーティーだよ。俺たちのパーティーが始まる。やったぞ。楽しそうだ。モンゾーラの収穫祭とかオッカムロのダンスパーティーとかルール羨ましかった。なるほど、そいつはすまんな、気が利かなくて。みんなに自慢できるわ。何をするんやルルハン。なにケーキ4日前に焼いた腐ったケーキ。これは桃貝の匂い。生地に桃貝を練り込んでスライムの油と軍隊ガニの目玉、そこに土をちょっぴり入れて焼いてみたの。ゲゲゲゲゲゲゲ。食べますよ。はいはい、食べますよ。ルル主催による2人の出生を祝う大ケーキパーティー。シド、お前半分食え。ルルの桃貝をケーキほぼ。軍隊ガニのちょっと貝と目玉さえなければすぐにでもトイレに行きたい。うちがしたいぜ。ルルはシンスケの様子を見ている。シンスケは逃げられた。大魔王から逃げられた。なんで案外うまいじゃない。お前バカしたが、指導は混乱して。全然食ってねえ。全然食ってねえじゃない。馴染みはしてないけど。してくれ。早急に。大鍋くじとアリを使ったプリンを考え中なの。ドルトンに試食してもらった後、二人にもご馳走するからしばらく待ってて。ほどなくしてドルトンは息を引き取りそうだ。お前たちといつまで一緒にいられるのか。そうだしろ。いつまでも一緒にはいられない。だから思い出作らなきゃな。お前がぶん殴って俺の目を覚まさせてくれ。いいか、約束だぞ。いいえ、分かってよしろ。お前の水落ちにいいのを入れてやるぞ。ドアハハシンスケシロ。来たぞ、賑やかな奴らが来たぜ。マーハイたちを差し置いてパーティーとは、なんと情けない。何が情けない。ニワトリちゃんだ。ニワトリちゃんもいるぞ。俺の町のみんなだ。水臭いっすよ。俺たちだって参加したいっす。一緒にパーティーしたいっすよ。あ、なんか俺がこの愛情、みんなで暮らしてきた本当の仲間たちって感じがするな。これポンペタです。あれだけの視線を乗り越え、そして一緒に暮らしてきた。ゲームでさ、一緒に戦ってくることはあっても一緒に暮らすことなんてないもんな。ひときわ違う感慨深さがある。俺たちの宴はこれからだ。そしてホリー節が流れる。その夜、シンスケとシドの生還を祝う宴が開かれた。人々は皆踊り、脱獄の余韻に浸るのであった。しかし、シドのうなされる夢は何だったのか。謎は深まるばかりだ。そして夜が明けた。てててててて。て
島を開拓していく決意を新たにした。シドは新助とも言わないながらもそんなやとこが過ぎがち。そして夜が明けた。おおむね合っている。おおむねというかもう大筋合っている。ホリーワールドを理解してきて、やったよ。これでまたみんなで暮らせるんだ。ケーキセット、コーヒーとケーキセットで500円。これはどうする、これはどうする。食事テーブルができる。これどこへ行くの。ここから空っぽ島を開拓しよう。ピラミッドを作ろう。あ、まだ作りかけだったか。よし、じゃあ次回からまたピラミッドを作ろうじゃないか。